小沢寺三郎、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 1886年、明治19年10月2日から1966年、昭和41年11月9日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。海軍兵学校37期生、第31代となる最後の、連合艦隊司令長官を務めた。 1886年、明治19年宮崎県小遊郡高鍋町で、元高鍋藩士の父、小沢虎太郎と母、奴の次男として生まれる。宮崎中学、現、県立宮崎大宮高校に在学中、不良青年と争いになり、柔道の投げ技で撃退したが、暴力沙汰として、退学処分となる。陸軍軍人だった兄、一郎の上牛島貞から、 日露戦争の戦場満州より、過ちを改むるにはばかることなかれ、古学時第一八からの引用の手紙を送られたことを、きっかけに上京し、1905年に、成城中学校へ転入した。小沢はこの手紙を修正大切に保管し、またその言葉を、ザウの命とした。小沢は、東京でも喧嘩沙汰を起こし、下駄で踏みつけ相手は降参したが、その相手は、後の柔道家。 三船急増であった。1906年、明治39年3月、成城中学校を卒業、いとこの勧めで、鹿児島県の第七高等学校と江田島の海軍兵学校を受験する。4月、第七高等学校に進学したが、海軍兵学校に合格したため退学する。11月24日、海軍兵学校37期生に入学する。 小沢は開閉に合格しなければそのまま大学まで進んで造船官になるつもりだったという。同期の井上成美によれば、小沢は入学時の成績は183人中150番くらいだったが、よく勉強して、卒業時には40番くらいにまで前進していたという。ごつい面相から同期から鬼瓦とあだ名をつけられた。1909年、明治42年11月。 海軍兵学校37期を179人中45番の成績で卒業。上位候補生として二等寿命館、宗谷に乗り組み。館長は鈴木勘太郎、候補生の指導官に山本五十六がいた。1910年、明治43年1月、外国への遠洋公開に出るため、小沢ら宗谷の候補生は、皇居にて明治天皇に拝越する。 12月15日、少尉に任官した、総工巡洋艦、春日乗組。1912年、明治45年4月、法術学校、広志科学生。1912年、大正元年8月、水雷学校普通科学生。12月、海軍中尉、駆逐艦、霞乗組。1913年、大正2年12月、戦艦。 比叡乗り組1915年、大正4年2月、横須賀海兵団付12月、海軍隊員。戦艦、河内文隊長。1916年、大正5年12月、海軍大学校落ち主学生。1917年、大正6年5月、海軍水雷学校高等科学生。8月、 東京の旧高鍋藩主の四女のつわぶきと結婚し、鎌倉に家庭を持った。他にも、良縁と思われる話があったが、一本の橋を建てその、倒れた方向でつわぶきに決めた。12月、水雷亭、鴨目亭邸長。1918年、大正7年5月、水雷亭、白高亭長。9月10日付で、地中海で、 第一次世界大戦作戦中の第二特務艦隊司令部府を命ぜられ、9月19日に輸送船、カスガ丸に便乗して認知に向かい、11月1日に第二特務艦隊所属の駆逐艦、木の木に乗り組み、11月23日ポートサイドに着いた。しかし11月11日に休戦が決まったため、翌年7月まで休戦中の連合国軍、輸送船団の護衛任務などに従事した。 1919年、大正8年12月1日、海軍大学高校主学生。1921年、大正10年11月30日、海軍大学校卒業。12月、任海軍少佐。駆逐艦、竹艦長。1922年、大正11年12月、魔皇コ行部参謀。1924年、大正13年8月、 駆逐艦、島風艦長。1925年、大正14年1月、第三号駆逐艦艦長。11月、戦艦、今後水雷長。1926年5月、大正14年、連合艦第参謀。12月、任海軍中佐。第一水雷戦大参謀。1927年、昭和2年12月。 海軍水雷学校兼海軍法術学校教官。1929年、昭和4年12月、軍令部出資。1930年、昭和5年2月から11月にかけて欧米に出張した。ドイツ、イギリスで第一次世界大戦のユトランド沖海戦の参戦者を訪問し白母船、野船について実情を聞き、これをまとめて報告した。 この成果として、イギリス海軍主力艦の変弾射撃訓練法が日本海軍に導入された。12月、任海軍大佐。第1駆逐隊司令。1931年、昭和6年1月、第4駆逐隊司令。4月、横須賀陳述付,付。10月、第11駆逐隊司令。12月、海軍大学校教官。 戦術課長の小沢の授業は、固着した海戦用無礼にとらわれず、独創的斬新な戦法研究を重視したものであった。ロンドン海軍軍縮条約以降、野戦の議論が活発化し、野戦部隊推進のために主力の援護が必要だが、かえって混乱を招く危険もあり、小沢を中心に研究を進められていた。小沢は全軍野戦思想を力説した。 白母に全艦隊戦闘し、野戦部隊の接敵確保して野衆し、翌朝の艦隊決戦で成唱する構想であった。小沢は、軍機図書について質問されると、諸君は大学在学中、そんな本は一切読むなと偏り独創性を説いた。1934年、昭和9年11月15日、従順、麻耶艦長。1935年、 昭和10年10月28日戦艦、春名艦長。1936年、昭和11年12月1日、海軍少将。海軍大学校教九1937年昭和12年2月18日、連合艦隊参謀長兼第一艦隊参謀長。7月、シナ事変、日中戦争を開始。事変において、 第三艦隊の協力などの訓練が思うようにいかず、小沢の構造で連合艦隊の戦策訓練に画期的具体策を提案した。艦隊戦策を具体性豊かなものに改定し各級指揮官の迷いを払い、先制集中の身を獲得するアウトレインジ、母艦を分属させず、一丸とし、航空艦隊を編成し一指揮官のもとに統率。 演練士集団的力を発揮させるという内容であった。しかし海大の頭上演習では参同者はいなかった。11月15日、第8戦隊司令官。1938年、昭和13年11月、水雷学校長。1939年、昭和14年11月15日、第1航空戦隊司令官。1940年、 昭和15年3月、昼間来撃演習で空母機と陸上機の混成部隊を統一式して共同攻撃を行い成功させた。機関、長戸で見ていた山本56は飛行機でハワイを叩けないものかと発言している。6月9日、航空艦隊編成に関する意見書を海軍大臣に提出。内容は全航空部隊は牽制において、 統一指揮下に集め、最高指揮官は連動を承知し不揃いのないように、計画指導し、統一指揮のため通信網を整備し、完熟訓練する。そのために訓練も一つの指揮下に、航空戦力を集めるべきである。研究の必要がある項目として、接敵機における、母艦配備と事後の母艦運用の方法、各航空部隊の策的、攻撃の分担、基地部隊と、 母艦部隊の共同方法を挙げた。この意見書にある航空戦力を一つの指揮下にまとめる構想は翌年4月10日に第一航空艦隊で実現した。飛行隊長、淵田光雄によれば、小沢の下で母艦の統一式と搭載機の集団攻撃を研究し、それを小沢が母艦は一つの指揮権にまとめるべきという意見書として提出したという。また、 空母の集中配備も検討したが当時第一、航空戦隊には空母は一隻しかなかったため結論には至らなかったという10月11日に横浜港域で実施された期限2600年特別艦艦式では空中分裂式館として戦闘機、攻撃機、爆撃機、水上偵察機、飛行艇等による527機の大変態を指揮した 11月1日、第3戦隊司令官。11月15日、任海軍中将。1941年、昭和16年10月18日、南図艦隊司令長官。県マレー部隊指揮官。12月6日、対米英海戦に伴うマレー作戦に向かっていた、日本の戦団部隊は、英軍機に直接され、小沢は英軍による、 先制攻撃の降参が大きいと判断して厳重に警戒していた。海戦前であったが、小沢は南津海部隊機関の従順洋艦、鳥海で発見した、この英昇海域を撃ち落とす命令を出している。12月1日に大本営海軍部は、輸送船団を偵察する航空機が現れた場合の撃墜を指していた。また、この朝に、根治作戦の機密書類を搭載した。 陸軍徴用機が中国沿岸に不時期し、それらの書類が中国軍の手に入った疑いがあるむげ、ね、大本営海軍部から通報もあった。したがって、この撃墜を契機にこの方面で日英が戦闘状態に入り、南方作戦全体に大きな影響を与える心配があったが、小沢中将はこれくらいで破綻することはないと考えていたという。上川丸の例式推定が、 作敵の基とに、英軍飛行艇、プビー型を発見し、交戦中、約十機の陸軍機がこれを発見して撃墜した。予期された、英航空部隊の反撃はなく、英艦隊も認めない状況を鑑み、小沢中将は、予定通りの上陸を決意し、予定通り公案により上陸決行、小田原も、同時上陸の意図を、山下中将に伝え同意を得て、午前10時30分。 分身地点に到着すると、各部隊は予定上陸地点、コタバル方面、シンゴラパタニ方面、ナコン方面、バンドンチュンポン方面、プラチャップ方面に向かって、改列分身した。7日、夜半、マレー部隊主体及び護衛隊本隊は、コタバル沖80から100回リ付近に達し、英艦隊の反撃に備えながら、上陸作戦支援の体制を整えた。12月8日、 太平洋戦争海戦。小沢は、マレー作戦を指揮。英東洋艦隊からの反撃を受けないまま、上陸作戦に成功した。しかし、英軍が将来的に後期を掴んで反撃に来る降算はあり。これに対し、南シナ海の紹介強化、セレター在白中の衛戦艦に、航空攻撃を加えて同行からの交代を強要する必要があった。さらに、作戦海面では、 敵戦出没な方が頻繁にあり、少なくとも3隻以上の潜水艦が作戦に従事している様子で、各部隊は対戦相当を徹底して、その制圧撃破を図る必要もあった。これらの情勢判断に基づき、小沢中将は主に航空部隊と潜水部隊をもって、英海空部隊の反撃に備え、水上部隊の大部分は磁気作戦の準備を行うと、定めて発令した。 12月9日、B65、e、が、官営2を発見、A 艦隊発見の第一報を打電した。マレー沖海戦が発生。小沢のマレー部隊主体に対し A 主力艦誘致を命じた南方部隊命令が発令されたが、A 戦艦発見時に主体は南方部隊本部と第三水雷戦隊主力とは200回りも離れていたので、所在の水上部隊と航空部隊、 潜水部隊をもって策的攻撃を決意していた小沢の意図と異なるものであった。そのため小沢は第一航空部隊及び潜水部隊は今夜的主力に極力直接攻撃せよ。水上部隊は名天明天名五航空部隊潜水部隊の攻撃に作王き義攻撃を加えつつ味方主力に誘致したる後決戦戦と止まれ部隊伝令策。 第26号として発令する。小沢艦隊は、A 艦隊と夜戦による来撃での戦闘を行う作戦だったが、小沢艦隊は悪天候で敵と誤認した、味方航空機から釣り光登壇を受けて接近され、敵前で味方である信号を単焦灯で発信し、航空司令部に緊急連絡することになった。この混乱で航空機は連携上危険とし野戦は、 おろか直接誘致も困難であることから、英艦隊撃滅をあを諦め、一時戦場を撤退、南方部隊と合流するために進路を北北東にとり、また、英艦隊も察知されていると気づき奇襲困難のため、作戦を中止し反転したため快適はなかった。両艦隊は1時間ほどで快適する距離まで近づいていた。第22航空船隊を機関とする。 第一航空部隊に10日早朝に攻撃を命じ、大英帝国海軍東洋艦隊の戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、巡洋戦艦レパルスを撃沈した。大艦を拒否し、プリンス・オブ・ウェールズと運命を共にした、トーマス・フィリップス提督の話を聞いた小沢は、俺もいつかは、フィリップスと同じ運命をたどらねば名前と話した。コタバル上陸作戦支援。 じゃは上陸作戦で陸軍大将今村人志と,と交友関係を持ち戦後もお互いの家がさほど離れていないことから交友は続いた今村は小沢の電気に寄せた序文が絶筆となった少ない被害で予定通り任務をこなし陸軍から感謝された1942年昭和17年2月15日小沢はスマトラ島南部東方番下東沖で 敵艦隊を発見しが、日本の制空権下で、水上兵力も優勢にもかかわらず戦断護衛を理由に、撃滅の機会を逃した。3月9日、連合艦隊長官山本56大将は、南方部隊の第一航空艦隊で、セイロン島を攻撃して、イギリス東洋艦隊を撃滅する、インド洋作戦を計画し、南方部隊指揮官、近藤の部中将に対し、 機密連合艦隊伝令作第86号でスズラン、セイロン島方面機動作戦を実施、すべしと命じた。これを知った小沢はかねてから研究中のベンガル湾北部機動作戦を情勢の許す限り作応させるべきであると、近藤中将に上進し、近藤が山本の了解を得てインド洋作戦に組み込んだ。4月、インド洋作戦に参加し、 第一航空艦隊の正論攻撃も助けとなり、ベンガル沖で船舶14隻、撃沈3隻撃破に成功する。7月、軍令部出資。1942年、昭和17年11月1日、第三艦隊司令長官。空母部隊だったが、小沢もその幕僚も、空母での作戦経験がある者はいなかった。小沢は、千人参謀。 大前都一と参謀、有馬交代を徴用し、参謀長、小村慶造は軽視された。航空参謀、田中正臣は、小沢は自ら決死爆料に細木を計画させる、指揮官戦闘型で実戦型という意味では満点。近いが、飛行機に対する知識が、絶対的に不足しており、艦長が持っている程度の知識で、訓練や、性能の意味をよく知らなかったと評価する。 小沢は、ミッドウェー海戦の図面を書いて即座に、暗号が漏れてるぞと気づき、山本有二中佐に徹底的に調査するように命令したが、調査した山本は、絶対に海軍の暗号は漏れてませんと回答た。しかし小沢はその後も暗号が漏れていると注意していた。1943年、昭和18年4月、連合艦隊長官。 山本56の指揮の下で、2号作戦に参加。11月、6号作戦に参加。小沢は、ラバウルの第一航空戦隊、草勝と一中将指揮下の基地航空部隊を合わせて、指揮し、第一、第二ブー文言ビル等を機航空戦を戦う。約半数のパイロットを失い、機材の80%を失った。空母2隻を含む10隻の米艦戦撃沈を、 報告したが、実際は、米艦船に撃沈はなかった。1944年、昭和19年3月1日第一、機動艦隊県第三艦隊司令長官。6月、マリアナ沖海戦で指揮。小沢は機関に軍学隊を乗せていったほど勝利を信じていた。652空飛行隊長として出撃した、安倍義郎隊員は、 艦ンパンを散歩する小沢はいかにも頑固そうで、存在ぶった印象で、航空部隊の運用についてどれほど勉強したか、飛行隊の実情をどこまで把握しているのか疑問に感じたという。小沢は、ミッドウェイ海戦で、日本がやられたように、敵空母の飛行艦ンパンを壊すこと、相打ちはいけない、負ける、味方の艦を損傷させてはいけない、人命より艦を尊重させる、飛行機は、 弾丸の代わりと考える、ミッドウェイの失敗を繰り返さないように絶対に、敵より先に漏らさず、敵を発見する、攻撃兵力を割いても索敵する、三段索敵を、研究せよ、人形は、臨形陣でなければならないと爆量に指示し、攻撃は二段とし、まず冷戦の爆撃で、先制機襲し看板を破壊し主体の飛行機で、反復攻撃刺激破、追撃は、前衛戦艦が、 全軍突撃するという案にした。小沢は航空作戦にアウトレンジ戦法を採用するが、日本側の広報援助の未熟さ、諸原員による搭乗員の連度の低さ、米側の直演機や VT 新化による迎撃などのために失敗に終わる。基地航空隊や前衛艦隊、栗田武雄司令官が、米軍機動部隊が同一海面で行動していると報告したが、小沢は、 第3艦隊偵察機の米軍機動部隊は3箇所に分散しているという報告を信じて攻撃隊を合わせた。結局、栗田艦隊の報告が正しく、100機近い攻撃隊が空振りとなった。米機動部隊は日本の攻撃隊を格好撃破し、マリアナの斜面取り狩りと揶揄した。6月20日、小沢は野戦で挽回する準備をするが、 連合艦隊長官の命令で撤退した。開戦後、小沢は敗戦の責任を取って、辞表を作成している。本作戦では、パイロットの訓練をタウイタウイで中断させたことが、連度低下につながり、さらに未熟な技量のパイロットに難しい戦法を、やらせてしまった問題が指摘される。小沢は、タウイタウイの航空基地の損費を確認するため、 爆料を派遣するなどの措置を取らなかったこと、空母、大砲被害直後に、第二艦隊長官、栗田武雄指式継承の伝報をしなかったことは、一生の里氏だと回想している。また、小沢によれば、比害の兵力、連度からしてまともに四つに組んで戦える相手ではない、ことは百も承知。戦前の訓練、海戦後の戦闘様相を考え、最後に到達した結論は、アウトレインジ。 これしかないであった。戦後になって、アウトレンジは連動を無視した、無理な戦法とか、元から反対だったとか言い出した、関係交換が出てきたが、当時の航空関係者は上下一貫してこの戦法で、思想は一致していたという。しかし、第二航空戦隊参謀、奥宮正岳少佐は、議論までしなかったが、大砲の打ち合わせで、連動に自信がないため、反対意見を述べたという。 また、角田元武氏は、海戦後、搭乗員から、打ち合わせで、遠距離攻撃は、現在の技量では無理と司令部と議論したと聞いたという。軍令部航空参謀言、多実中佐も、小沢の爆僚に忠告したという。遠距離の米空母に気を取られた、小沢艦隊は、米潜水艦に、空母、大砲、昇格を撃沈され、20日に、空母、費用も撃沈され、 太平洋戦争中空母9隻を同時に指揮できた1回の後期を活かすことができなかった。また、機動部隊艦載機の86%を失う結果となった。指揮下の第二航空船隊参謀として参加した奥宮正武は、米空母を1隻も沈められずに、大小空母7隻がやられた責任の大半は小沢にあり、敗北後も小沢司令部は高級参謀が、 勝敗は、時の運と話してたと語っている。また、積極的性格の角田各自が、機動部隊の指揮を取り、緻密肌の小沢が、基地航空隊を指揮した方が、双方にとって、適正だったと述べている。10月13日、台湾沖航空戦に参加。10月24日、冷凍機海戦に参加。日本の機動部隊はすでにその航空能力。 搭載機の過半を失っていたため、第三艦隊は、おとり部隊として、ウィリアム・ハルゼーの機動艦隊を引き付ける役割を担った。空母機動部隊による、県政策は夏には、作成が始まっていた、都市号作戦で想定していたことだったが、おとりとする発想が強調されたのは、台湾沖航空戦の後、連合艦隊司令長官、豊田添江の発案によって取り入れられた。しかし、 米側の主力機動部隊である第3艦隊第第任務部隊隊が、おとりの第3艦隊ではなく、主力の栗田竹雄中将を率いる第一遊撃部隊を先に発見して航空攻撃を加え、第3艦隊を10月24日午後まで発見しなかった。このため、第一遊撃部隊は戦艦武蔵を航空攻撃で失うなど大きな損害を出し、10月24日の 牽制作戦、航空攻撃は、徒労に終わった。だが、小沢は、第三艦隊から発進した攻撃隊が、米軍機動部隊に、大きな損害を与えたとして、戦艦、日向、伊勢を突出させ、残敵を相当するよう命じた。この前衛艦隊は、翌日空襲を受ける直前に、空母部隊と合流した。翌10月25日には、 米第三艦隊の目を引きつけたものの、適切な通信連絡すら祖語をきたすほどの航空攻撃により、機関、随格は、早々に、戦能力を失い、機関設備の整った、軽巡洋艦、大淀に、司令部を移乗する事態に陥った。第三艦隊司令部を収容した、大淀の戦闘商法には、連合艦隊司令部のずさんな指導に対する批判も、あるが、一方で、 米正規空母軍に対する牽制、誘致に努めるべき時期、期間、すなわち、第一遊撃部隊に対して、自在の航空攻撃を許さないのはいつからいつまでで、あるべきかという観念を書いていたと、小沢式への批判もある。冷凍沖海戦について、海戦の計画の精緻さと頓座について聞かれた際、あの場合の処置としては他に方法がなかったという。月日から、 特攻作戦が開始され、小沢の指揮下からも特攻隊が編成され、出撃している。小沢の部隊では、701空の一部を特攻部隊へ、抽出、また634空の一部で、媒下隊を編成し、特攻させている。1944年、昭和19年11月18日、軍令部次長県海軍大学校長。12月、 小沢の発案でが進められる。細菌を保有するネズミや顔人口が密集する、米本土西岸にばらまき生物災害を引き起こす作戦であった。航空機2機を搭載する E400 型潜水艦を使用する計画で海軍に細菌研究がなかったため陸軍の石井志郎、軍医中将の協力を要請し陸海の共同計画となり、人体実験を含む研究が進められた。 翌年3月26日、海軍上層部は、結構に合意したが、陸軍参謀総長、梅津義次郎大将が、アメリカに対する、最近戦は、全人類に対する戦争に発展すると、反対したためこうはされなかった。1945年、昭和20年2月、第5航空艦隊編成から、現地部隊に任せていた、特攻作戦を軍令部も指導するようになった。 第5航空艦隊長艦、うがきまとい中将は全力攻撃を行い、中央ではやりすぎ、中止させるべきという儀が起こったが、小沢はやりかかったものをそんなことを言って止めるものに、あらずと聖中を加えた。3月8日、中央の会議で、海軍は24万トンの船舶使用を陸り行く軍に、認めたが、3月13日に小沢は、 食料輸送船舶を含みかつ陸軍使用の影響は、人材、海軍特攻計画にも影響を与えることになるので、同意でき意図意義を申し入れた。4月の戦艦、大和の海上特攻について事前に、連合艦隊参謀、上重徳が許可を取りに来た際に軍令部第1部長、富岡貞俊氏は、燃料がないと反対し、軍令部総長、及川小四郎は黙って聞いていたが、 小沢は、連合艦隊長官がそうしたいという決意ならよかろう、と直接許可を与えた。小沢は、全般の空気よりして、その当時も今日も当然と思う。多少の生産はあった。次長たりし、僕に一番の責任あり、という。1945年、昭和20年5月29日、連合艦隊長官に就任し、海軍総司令長官と、 海上護衛司令長官を兼ねた。就任の際に海軍外省昇進を打診されたが、小沢は断った。爆料であった瀬島隆三によれば、小沢は決定すべき問題は、その都度明確に採決を下す、動かざることやわのごとき長官だったという。6月6日、菊水作戦の続行方針を堅持しつつ、練習航空機特攻部隊に展開準備を命令。 6月24日、小沢は、第3航空艦隊長官、寺岡近平中将に、検索戦の部隊編成し、マリアナ方面の基地に、B-29 戦力破壊目的に、写真攻撃を行う準備を命令。またその際の制圧のため、銀河に多重を装備させ強襲する、列作戦も準備を進めた。6月25日、トラックに採運を輸送する、光作戦。 ウルシーを奇襲する嵐作戦の実施を発令。神風特別攻撃隊第5を立て隊による霊的襲を目的とした第4次探索戦の準備を進め、8月4日に小沢は訓練を送り適励する。こういった中、終戦が決まった。終戦前日の8月14日、爆僚を集合させ終戦決定の行きつを話し、軽挙を防ぎ、 油断を今占める両面を考慮し、決算、四五、六号作戦警戒発令の手続きをする。お上の信用がまるでなくなってしまったのでと最後に深い悲しみを漏らした。小沢は、軍令部次長、大西滝次郎中将の自決については何だ意見を述べなかったが、終戦後部下を連れて特攻したうがきまといについては命令違反であると批判した。そして、自分の幕僚に、 君たちは腹を切ってはいけない。俺も自決しないと明言し、俺は第一戦で全力を尽くして戦ったが、戦争は不幸にして負けた。俺にはその責任はあるが、戦争を始めた責任は俺にはないと説明した。また、終戦の際に厚木飛行場で、小ぞの安闇大佐が交戦を主張して、厚木航空隊事件を起こした。小沢は反乱と断定して、 鎮圧を命令し部隊を派遣しようとしたが、オゾノ大佐がマラリアで倒れたことにより、事態が収束した。1945年、昭和20年10月10日、予備役編入。10月末、米国戦略爆撃調査団に証言。1966年、昭和41年11月9日、多発性硬化症のため死去。去年80、 葬儀に最初昭和天皇よりご可しされた七千円の最資料の祖と別に金二万円が夫人より死を買い、元海軍兵士たちの会に寄付された。アメリカ合衆国の戦士研究家、サミュエル・モリソンからは、花束ととに偉大なる戦略家であり船乗りだった小沢帝徳の死を心より痛むという長辞が寄せられた。会名は 東京都世田谷区にある大吉寺、生まれ故郷の宮崎県小湯郡高鍋町にも墓所がある。2012年、平成24年8月13日に小沢の遺族宅で小沢が使用したとみられる、少々期と小沢が南遣海艦隊司令長官の職を終えた時、1942年、昭和17年7月、及び第三艦隊司令長官の職を終えた時、 1944年、昭和19年12月に、昭和天皇に配越、軍情を創造した、際の上層軍控えが発見された。佐古井直人氏は、長期はほとんど現存しておらず、極めて珍しい。また、上層軍は、当時の海軍上層部が、それぞれの作戦を、どのように考えていたかを知る上で貴重な資料と言える、という。米太平洋艦隊司令長官。 チェスターに三つ減則は小沢について、勝った指揮官は名称で、負けた指揮官は愚将だというのは、ジャーナリズムの評価に過ぎない。指揮官の成果は、むしろ彼が持つ可能性にある。敗将といえども、彼に可能性が認められる限り名称である。小沢提督の場合、その記録は敗北の連続だが、その敗北の中に恐るべき可能性を伺わせている。 おそらく部下は彼の下で働くのを喜んだに違いないという。中沢優中将によれば、小沢は名実共に海上指揮官として海軍の大一人者だったという。源田稔大佐によれば、小沢中将は水雷戦術の権威で、昭和15年以来は航空部隊の指揮官もやり、海空両面にわたる平日家として知られ、青年将校の集合も担っていたという。 連合艦隊で小沢の参謀だった千葉屋正隆中佐はマリアナ沖海戦での惨敗について作戦計画及び指導が不適切であったことがそのような惨敗を招いた一員であったことは否定することはできながそれよりはるかに大きな主因は昭和17年から翌18年にかけて日本海軍がその艦艇飛行機をソロモン方面の首都ですりつぶし 両敵ばかりでなく質的にも日増しに勢力を増した。敵側に、シャル軍とトラック島へと追いまくられて、その兵力の再建の余裕が全くなかったことであった。とかばい、その後の冷手を機械戦で、おとり起動部隊を見事に指揮したことや、終戦にあたって、命に従わない部隊があった場合の対策を、あらかじめ準備させたことから、小沢寺三郎は、先見の民と決断力に富む優れた。 連合艦隊司令長官であった、対戦中の連合艦隊長官の陣の中では、小沢寺三郎が連合艦隊司令長官としては、欠出していたと評している。小沢は統率上最も重要なことは、無欲とする。実戦の指揮については、周密に計画を立て油断結行すること、連合艦隊長官は、独立した機関に座城し、決戦海域に進出し、 全艦隊の対局的式に任ずべきこと、機動艦隊長官は母艦にいざ上司兵祖から熟知する、登場員の報告を直接承知することが大切と考えていた。マリアナでそれを実践できなかったことは、一生の不覚だったという。中澤優中条によれば、戦前の小沢のアウトレンジ戦法の研究は、敵の県外から我の未攻撃を加えるというものではなく、具体的策として、 航空、大砲、水雷、いずれも敵に先んじて、一撃を加えて、やもめ勢を補い、自己有利な体制で戦うというものであり、小沢には、最初の5分で戦闘は決まるという思想が元来からあったという。小沢は、航空戦術を教えてくれた者として、山岡三郷と、問いはたくりゆう、木田達彦を挙げている。しかし小沢は、 飛行機を弾丸と考えると発言していることからも、その戦術思想は航空機の可能性を見通したものではなく、小沢の専攻分野である、水雷戦そのものであったという指摘もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。